レゼルバ予約システムをご利用いただき、ありがとうございます。本日、説明を担当させていただく、レゼルバ、花子です。よろしくお願いします。今から、レゼルバ予約システムのアカウント作成について説明します。レゼルバの公式アカウントから、新規登録ボタンを押し、登録画面に入ります。まず、レゼルバ利用契約に目を通してください。 次に登録したいメールアドレスとパスワードを入力し仮登録メールを送信します送られてきたメール本文にある会員登録用 URL をクリックしますとビジネス ID 登録画面に切り替わりますビジネス ID 登録では氏名や電話番号などアカウント情報を登録します次に利用企業店舗情報を入力します ここでは予約システムの URL に組み込まれる企業コードや企業名、店舗名を入力します。確定ボタンを押すとアカウント作成は完了です。それでは実際にレゼルバ予約サイトを作ってみましょう。